田舎ですけど、自分の地元中庄ということで。君なに、岡山どこ住んでる？岡山の倉敷に住んでる。倉敷だから1994年か5年ぐらいに改装してね、こうやって電車で降りて飲みに行けるエリアっていうと多分この辺しかなくて。そうなんですか。倉敷のどこに住んでる？中庄。中庄知ってます。中庄。中庄知ってます。そう、何年かとかの25、6年ぐらいですね。そうだね、僕の知り合いがやってるんだけど。あ、そうなんですか。え、あのオーナーね。あ、そうなんですか。中庄駅来てるんですけど、僕中庄駅ってなんかその中庄駅って言葉自体は知ってたんですけど、来るの初めてなんですけど、結構綺麗なね。大学あったりとか、位置的には結構重要な。いいですよね、本当に。だからその川区とかの友達とかもいるんで、今日ね川区の人とかいたらいいなと思ってて。結構どっちでもいいよ。ね。向こうもいるしね。ちょっとまあいろいろの街行ってみましょう。はい。うん、これまっすぐ行けばもう倉敷高校、トン校っていう、そう知ってます、例のトン校さん。そうここは何もなくて、はいはい、普通にこんな感じで栄えてなくて、うちにはやっぱあんまり、ね、住む場所しかないから、やっぱ向こうとかにやっぱりなんか買い物行くとことか、あと娯楽の場所とかあると思うんで、うん、今日見たいとこはこの辺だね。まあいろいろあるけど、はいはいはい、この飲み屋街というか、その大人の遊び場というか、まあ、はいはい、成人の遊び場をちょっとね、行ってみようかなと。じゃあもうやっぱここら辺に。そうだね、駅前。よくこの辺になんか居酒屋さんとかあるけど、絶対車で行かないといけないようなエリアで、はい、こうやって電車で降りて飲みに行けるエリアっていうと、多分この辺しかなくて。まあ田舎だけどね。はいはい、田舎ですけど、自分の地元中庄ということで、いいイメージで中庄を 見てる人はいないと思う。そうなんですか。あんまりなんだろうな、結構ヤンキーが多いとか言うけど。ああ、その当時私住んでたのが岡山だったんで。君なに、岡山どこ住んでた？岡山の倉敷に住んでた。倉敷一緒ですか？え、俺倉敷ですよ。そうなんですか。倉敷のどこに住んでた？中庄。中庄知ってます。そうだね、でいつだったか1994年か5年ぐらいに改装してね。結構なんか川伏線いますよね。おいおいおい、そうですね。やっぱカレー屋さんもあるしね。インドカレーの案外この時間でもやっぱ栄えてるかもしれない。そうだね、こじんまり、うん、はい、なんかこれなんか友達が聞いた話なんですけど、これキャッティっていうね、カフェでした。そうだね、僕の知り合いがやってるんだけど、はいはい、あ、そうなんですか。え、あのオーナーね。あ、そうなんですか。なんかあるね、カツ、串カツ、串カツって何かあれだって、串カツと、あ、こっち、うん、はい、アートがすごいですね。朝ハンドリーフしてオーダーって、あ、料理は京都の和と洋を基本とした。ねえ、いるね、にぎわってます ね。中庄結構なんか危ないぞとかあるね、聞くんですよ。僕もなんか中庄とかあんま分かんないんですけど、うん、そんな感じないですよね、本当に。そうね、なんかあれタピオカとか、タピトラがある、タピトラ、え、タピトラがある、タピトラだから結構有名なんです、タピオカで、うん、なんか人みたいな形してね、怖いね、あ、ね、わかりますよね、座ってるみたいなね、うん、怖い、うわね、このイタリアンのお店めちゃめちゃおしゃれ、めっちゃおしゃれですよ。ちょっといいね、ちょっと今度友達と行こう。
ピザ。ピザあるみたいな。ピザの釜ですか。そうだね。焼き釜の。焼き釜はなんかあのアンティークですね。そうだね。ほんまに使えるのかわかんないけど、少なくともピザあるでしょ。ね。ここもなんか。あるだ。あるね。なんかいいっすね。なんかこういうなんかね。バイクと犬が。これあのリサイクルショップね。そうなの。うん。常松。なんか僕の友達の友達が常松でバイトしてたらしいです。そうなんだ。これがあの老舗の。老舗の平田。この川台の前にあるね、結構美味しくて有名なんだけどね。ヘリコプターだね。あれ、あれじゃないですか、うん、ドクターヘリ。ドクターヘリ。結構でかいですよね、なんか。うん。これいつも上飛んでるからね。ドクターヘリ。そう。出ましたよ。養老の滝。チェーン店よね。チェーン店、僕らのとこありますね。で、あんで焼肉屋さん。ね、長所ですから。うん、まああるいうことですよね。まあこの隣に郵便局があったら、すぐ。で自転車パンクしたらここで直す。ああ、いいですね、これちゃんと。うん。需要あるんですよ。そうだね。あのバーが。その中所でのバーがね、あんまり2、3ぐらいしかなくて。そうね。うちもなんかあんまりそんな買ってね、パイ、パイはないんですけど、その覚えていって作れるようになっていったらやっぱり面白いです。この仕事ついた計画それでしたもん。あ、そうなんですか。カラオケボックスでバイトしてて、はいはいはい、で、まあ、簡単なカクテル出すじゃないですか、ジントニックとか。あ、出します、出します。ジントニックとか、はいはい、それで、まあ、なんか面白いな、もっといろんなこと覚えたいなと思ってこの仕事。へえ。もう今何年ぐらいになりました。何年経ったかな、25、5、6年ぐらいですね。それも美味しいわけですよ。そういうカクテル、アイリッシュカーバーとかしてます。外国人よく来るから、はいはい、アメリカと韓国では飲まれてるんですけど、ビール、黒ビールにアイリッシュビールにアイリッシュクリームあるじゃないですか、うん、でこれをどこに入れて、はい、始めました。まあ、今日はね、あのどこに来たかと言いますと、いや、もう終わりやで。終わりやで。中庄のあれやで。中庄の終わりのあれ閉めやで。あ、そうなんですか。何すると思った。焼肉食おう。いや、もうここも閉まってるよ。焼肉食おうか。もう終わってる。12時で終わりです、この焼肉も。あ、まあ、だから終電で、大体帰るんで、まあいい感じぐらいなんですね、今。うん、はい。はい、まあいい時間になってきたんで、本当に。結構なんか中庄の街も結構怖いなって言われてたんですけど、まあ、そんなこともなくて普通になんかね安全にやってたらそんなすごいやばいってことはないですね、本当に。結構いいところもあって、なんかその結構前に行ったの、あのあれだっけ、キャスルロックとかね、あと結構さっき言った女子好きそうなお店とかイタリアンとかね、あったりするんで、うん、やっぱ結構なんか穴場はあるなと。そう、もっと早く来ればよかった。ちょっとね、こことか行けたかも。美味しそうだもん、だって。ね、美味しそうですね。うん。ボリューム。普通の焼肉店より、はい、なんか 20% から 50% 量が多いっていう。あ、そうなんですか。って書いてあったけどね。うん。というわけです。まあ、また。そうですね。はい。はい。裏バンスピチューブ始めました。
普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。